皆さんこんにちは。野下教授の YouTube チャンネルへようこそ。前回ですね、ちょっとお金の話をして、皆さんとの大学教授っていうのはお金がほとんど、入ってこないということでショックを受けた方がいると思うんですけれども、まあちょっとその残念ながらその話の続きなんですけれども、特に工学部なんですが、なんかね、僕の友達とかでね、かなり勘違いしてる人がいるんですけど、私200本もジャーナルの論文を書いたということで投稿したということですと、何人かの人からね、200本も論文書いたら1本の論文で何十万円もらうのか知れませんけれども、すごいお金もかかってるでしょうっていうふうに言われるんですけど、論文はお金もらえないんですよ。論文はお金もらえないどころか、お金を払わないといけないんですよ。そういうことで、学術論文っていうのはですね、一応論文書きますよね。で、論文を書いて、それを投稿するわけなんですよ。で、雑誌も、なんか、学会のに所属する雑誌があったりとかですね、学術的な学会、例えば、日本金属学会とかありますよね。その、学会の、が発行してる雑誌があるわけなんですよ。マテリアル、日本金属学会の場合は、マテリアルトランザクションっていうすごくいい雑誌があるんですけれども、その雑誌に投稿するんですけれども、投稿するときに、お金を払わないといけないんですね。例えばネイチャーであるとか、ネイチャーコミュニケーションであるとか、そういうところも、確かね、受かれば5000ドルとかね、2000ドルとかそういうお金を払わないといけないんですよ。出版費を。逆に払わないといけない。だから自費出版みたいな感じですよね。もしくはですね、エルセビアとかいろんな商業誌があるんですけども、商業誌の場合は、その商業誌を図書館とかいろんなところに売るので、そのお金で成り立っているので、投稿することによることによるお金は、まあ払わなくていいと。ただ、そのオープンジャーナルって言いまして、その世の中にオープン、ただで、オープンするという場合はお金を払わないといけないとかいうことで、お金をもらうことは全くなくて、逆にお金を払うか、まあお金を払わなくてもいいかという、その2つの選択肢がほぼないわけなんですよ。ですから、いくら書いてもダメだということ。あとですね、査読をしないといけないんですけど、査読をされるわけですね。出した論文はそのエディターが、これは十分にその論文として成り立ちそうだなというものを、査読者、エディターからレビューアーに送るわけですよ。通常だいたい2人のレビューアーなんですけれども、ある厳しい雑誌は3人のレビューアーであるとか、そういうこともあるんですけども、だいたい2人のレビューアーに送るんですけれども、で、私もレビューかなりやってるんですけれども、そのレビューというのはピアレビューといって、仲間同士で本当に大丈夫なのかっていうダブルチェックをするようなところの機能なんですけれども、それは無料で普通やるんですよ。ですから、レビューしてくださいっていうのが来た時に、忙しい場合も残念ながら断るんですけども、なるべくやっぱり世の中のに貢献したいので、レビューを引き受けるわけですよ。ですから私の場合は常に1本か2本の論文を引き受けてて、いつもレビューしてるんですよ。査読してるんですよ。で、この論文はこうすごいとか言うけど、でもこの部分がなんかおかしいから、ここは直さないとアクセプトしちゃダメなんじゃないですかねっていうふうなレポートをエディターに対して出すわけですよね。で、エディターはその2人か3人から来たレビューを見て、レビューの結果を見て判断を下して、これはリジェクトとか、これはちょっとだけ棚を押したらばいいですよというふうなジャッジをするわけです。でも、エディターがいくらもらってるかは知りませんけれども、少なくとも、受け付けたレビューはというのはタダでやるんですよ。で、なんでそんなね、多分2、3時間かかるんですよ。やっぱりレビューするのはですね、結構大変なんですけども、それなのになんでタダなのかということは、やはりですね、それぞれの研究者がそれぞれを批判し合ってやっていくというシステム。ですから、善意のシステムに対して成り立ってるわけですよ。それでですね、今なんで大学が起こってるかというとですね、例えば商用紙の場合は、図書館が、商用紙を買わないといけないわけですよね、その雑誌を。で、それが高いんですよ、めちゃくちゃに。そのめちゃくちゃに高い雑誌を買わないといけないということでですね、で、例えば、ある大学では何億というお金を
毎年間かかるわけですよ。そのいろんな雑誌がありますからね。でその雑誌を高いお金出して買わないといけないのに、自分のところに所属する大学の教授がその、あのレビューアーとしてタダで、まあ、ある意味ではタダ働きしてるということに対してすごく怒ってるわけです。やっぱりどう考えてもおかしいんじゃないかと。そのタダで自分のところに所属する大学の先生が、まあ、ただで貴重な時間をレビューに費やしてるのに、その費やした雑誌がすごい高いお金を出して買わないといけないのはちょっとおかしいんじゃないかということで、かなり、カリフォルニア州ではの大学では、ある雑誌社の雑誌はもうにはもう投稿しないとかいうふうなことにもなってるぐらい大問題を今起こしてるわけなんですけれども、それはやっぱりですね、学者がお金に関して疎いというか、その自分の価値とお金に関することっていうのを必ずリンクしてないので、起こる話なのかなということも感じられます。商用紙の場合はですね、ということで、まあ、どうすればいいのかっていうのはわからないんですけども、やはりですね、自分も投稿して誰かにレビューしてもらいたいわけですから、そのレビューはがタダでやるっていうのは、まあ、お互い様と言いますか、自分の論文もまあタダでレビューしてもらってるわけですから、まあでもお金を払わないといけないとか、お金は払わなくてもいいんだけどお金をもらうわけではないということで、そのシステムをですね、もうちょっとね、考えないと、もしかしたらこの善意に成り立つ、善意で成り立ってるレビューシステムっていうのは、ピアレビューシステムっていうのは、もしかしたら崩壊していくのかなというふうなことを今感じているところです。ということで、今回の話は終わらせてもらいます。